どうもロックレキギター入門講座ということで、今回は、ストロークのコツ、綺麗にストロークで綺麗な音を出すコツについて解説していこうと思います。このストロークっていうのはもうエレキギターでも、フォークミュージックでも、もう全て今ギターを弾く上では全てに共通していることなので、ぜひとも、これ参考にしていただければなと思います。はい、ストロークっていうのは、本当に、いろんなパターンがあるんですけども、そのストロークのパターンが難しくなってくればなるほど、ペースが、テンポが速くなってくればなるほど、正しい、ストロークができているかっていう、そういうのが、非常に、重要になってくるので、ここでいくつかストロークに関するポイントっていうのを挙げていこうと思います。はい、ストロークに、綺麗な、ストロークで綺麗でなだらかな音を弾くための、最大のコツっていうのは、まず一つ目が、正しくピックを正しく持っているかどうか。そしてもう一つは、そのピックがこう弦に触れる時に、正しい角度からこう弦に触れているか、弦に触れているかということで、もう一つが、この右手の手首をこう脱力させて、こうなんというか手のスナップというかいうような感じでこう手首にあまり力が入っていないかどうかで、この3つが本当にストロークをするための最大のコツになってきますので、これぜひともマスターしていただきたいなと思います。はい、それでは、ちょっともうちょっと詳しく解説していきましょう。はい、それではまずピックの持ち方について解説します。ストロークではこのようなトライアングル型ピックで、またおむすび型ピックとも呼んだりするんですけども、これを使ってやってみてください。はい、それでは持ち方ですが、右手で持つことを想定するので、右手、まずこの人差し指ですね、人差し指のややこの側面のあたりにこう置いてみて、そして、親指でこう押さえるような形、そうですね、このような持ち方が、ピックの正しい持ち方になります。これがポテトチップスのような持ち方、このような、持ち方だったりすると、ちょっと弦を、ピッキングした時に力が分散してしまって、うまく弾けないなというのが出てくるんで、絶対このような持ち方 でこの人差し指と、このピックの先端がこう一直線になるというか、こんな持ち方が、一応持ち方、正しい持ち方になります。残った指はこう伸ばしておくと。はい、そして、ストロークなんですけれども、そして、ピック、がこうストロークする時のピックのが入る角度、っていうのがあって、まずやや斜めからこう入る、こう真横からこうピッキングしてしまうと、弦に突っかえやすい原因になってしまいますので、必ずこうやや斜め45度ぐらいの角度からこう入ってみると、ピックは斜め45度で、弦に触れるっていうふうにっていうのが、正しいピッキングのこの弦のピッキング、弦との触れ方ですね。こうですね。そして、ストロークのラインなんですけども、このような感じで斜めというか、ここから入る、ピッキングして、やや斜めにこう抜ける、このような感じで、抜けるように、ここから入って、このような、やや斜めにこう、やや放物線というか、そういうものを描くようにこう、抜けていくっていうのが、ダウンストロークの特徴で、アップストロークであっても、その逆でこう放物線を描くようにこうアップする、これが真横だったりすると、真横から入ったりすると、できなくもないですけど、ちょっとぎこちない感じで、余計ピックが弦に突っかえやすくなったりだとかしますので、斜め45度
ピックが斜め45度ぐらいから入ってタッチして、そして放物線を描くようにこう抜ける。アップする時も一緒で、まあ、アップする時は逆のバージョンの、斜め45度から入ってそして、まあ、放物線を描くようにこう抜けると、それが、まあ、ストロークの、正しい、まあ動かし方になってきます、はい。そして、まあ、ストロークをする時の、まあ、右手の動きはもう一つあって、まあ、手首なんですけども、手首っていうのは、まあ、基本的にこう脱力した感じで、引くっていうのが、まあ、基本になってます、これが、なんですけども、こうピックを持つ手は力を入れて、手首は脱力で、こんな感じでスナップを効かすというか、まあ、そんな感じで、これで、まあ、早く。早いストロークになってくればなるほど、この右手のスナップっていうのが非常に重要になってきます。スナップを効かして、この反動でもってこう、反動でこう動かす、アップする、反動でアップストロークに入ったりとかっていうのが非常に重要になってくるので、手首は基本的に脱力っていうのがストロークの基本ですね。もちろん、ライブのパフォーマンスがてら、このような、ちょっと腕をこう大きく動かすような、このように肘からもうパワフルに腕を動かすようなストロークもあるんですけども、これはまず、基本の段階では、まず無視していただいても OK です。まずこの手首だけでこう、手首のスナップで動かすという、これがまず、ストローク上達するための、基本になるので、ぜひともマスターしておいてください。はい、それでは。はい、いかがでしたでしょうか。ストロークのコツ、このストロークのコツ、今説明したピックの持ち方だったり、そのピックが弦と触れる時の角度、そしてそのピックが触れて、抜ける時のその角度、角度方向だったり、この3つがマスターできていると、どんなねストローク、この手の動かし方もそうですけれども、この今言ったことが全部マスターできていると、基本的にどんなストロークでも困らずにスラスラと綺麗な音が出せるというふうになっていますので、ぜひともマスターしてみてください。そして初めてストロークをやる場合に、ピックはなるべく薄いピックを使うことをお勧めします。硬さでいうと芯 0.5 ミリ以下のピックっていうのを使うと、なぜならば細いピックというのは、非常に柔らかいんで、どんちょっと雑に、入っても雑に弦に触れても均等に力が、全部の弦に均等に力が加わって均等にピッキングできますので、ぜひとも、最初難しいなと思ううちは、細い薄いピックを使って練習することを、お勧めします。それでは、これをマスターして、ぜひともジャカジャカと、弾けるようになってみてください。それではどうもありがとうございました。